はい、こんばんは、ダブランチです。ちょこっとくっちゃべり、新曲が出たので、月タム2024年は秋のソング第1弾ですね。もう冬になっちゃうバタバタしてまして、はい、だよね。月タムの1個前の曲は夏の終わりの曲だもの、タイヤの鳴き言、お盆ですね、8月15日、1ヶ月以上空きましたね。月タムにしては長いスパンでしたけども、バタバタしてたんです俺が風邪ひいたり、月ちゃんもいろいろバタバタしてまして、はい、今日のね速攻ですよ。仕事もがまだ終わらなかった、午後7時頃に LINE が来まして、んと思ったら、おお、月ちゃん新曲の歌詞じゃねえかということでね、でなんやかんやして8時頃家帰って、今日はあの嫁ちゃんがご飯を準備しててくれたので、お料理をする時間が省けたので、ありがたいことに早速このギター部屋に入りまして、ふん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 やってたら、まあ月ちゃんのね歌詞にはメロディーがいるので、はい、まああつまに曲がつくんですよ、なんだか知らんけどもほんと月タブは最近曲つくの早いね。前から自分でもびっくりするくらい、なんでこんなに曲がサクサクできるんやろってね、まあ当初から思ってたんですけど、最近は特に、そう、ほんで飯食う前に、ご飯できたよって呼ばれる前にもう曲の骨格ができまして、あ、こんな感じかなって、でご飯食べて、9時頃ですか、あ、でよしということで、まあ、もっとねこうこねて、まあ、曲はもう時間は気にしてないんで、早くできたもんは早くできたでよし、時間かかるならかかるでよしでやってるんでね、今日のバーッと作って、あ、いい感じと思えたので、曲自体はね、そんなに短かろう、作る時間が短かろうが長かろうがいいんですけども、まあ、出来上がった後のその音ですよねに関しては、まあ、ギター2本重ねたりだとか、まあね、最終的にはセルフルバンドとか あるんですけど、今日のはなんかちょっとすごくね曲がいい感じだったので、これはもう出したいなと思ったんで、シンプルにあの弾き語りスタイルで、もう一発撮りでメトロも鳴らさず、ジバーって撮って、ジャガジャ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 のリズムですね。これ難しいんですよ、あのストロークがね、アップがねアクセントくるからね。で撮っちゃって、で9時半ぐらいでしょ、でそっからもうあの歌ってる動画しかないんで、そうだね、プレイ動画は1個しかないんで、動画も30分ぐらいでサクサクっと作りまして、10時にはアップしたと。ちょっと過ぎたか。そんな曲です。タイトル言ってね、長袖で脱ぐ歌。長袖で脱ぐ歌。いいですよ、また歌詞が。はい。ちょこっとね、いじくりましたけど。できたら出すということでね、ちょっとバタバタしてる、週ですけども、はい、そんな隙間でもできちゃう月タムということで、はい、今日は月タムの新曲長袖で脱ぐ歌、はい、出しましたので、ぜひご覧になってみてくださいということで、短いですがタムランチでございました。それでは今日はこの辺で。